ミナト、ヤイカ、タハ、ケンジ、ハスキ兄弟、ユキ、チェチェチェ。というわけでですね、本日はどんな企画をやっていくかということなんですけれども、はい、ナト君、タイトルコールの方お願いします。はい、あのね、これ僕らね、実はまだ一回もやったことがない。ぬんぬん C っていうなら一回だけやったことがある。ぬんあるよ。うん、まあ、ちょっとそれはじゃあ後ほど説明するとして、はい、本日の企画、大喜利ダービー。全統計になりました。143で行かせていただきます。競馬の企画じゃねえんだよ。でもダービーってついてますから、うん、何かは多分予想するってことですよね。メインは大喜利です。おお、なるほどね。これ CCC ね、ガチ大喜利やったことなくて。やったことない。まあ、C って一回やったことあるのが、はるか昔にやった中二病大にぎり。おにぎり、中二病おにぎりやった。中にはダークバターが入ってる。だから葉月くんはガチで大喜利やったことあるよ、一回 CCC。 ほんまや、ガチ大喜利は初やんな。ガチ大喜利は初やんな。じゃあ今回ダービーということなので、まあまず回答を書くね。大喜利の回答、大喜利の回答を書きます。はい、でこの中で誰が一番そのお題に関して面白い回答を出してそうかを一人ずつ、はいはいはい、予想していきます。はい、こいつが一番面白いだろうっていうのを予想して毎回毎回、はいはいはい、でまあその票が高かった人から出して、はいはいはい、だから一番かっこいいのは自分って言って、うん、うわーそれやばいね。どうが一番かっこいいの。おお、なんで俺みんな。オッケーオッケーオッケー、おもろそうやな。でもまあさ、これさ、やっぱさ、日頃からこうお笑いを追求してる人がさ、メンバーにもいるわけじゃん。はいはいはい、まあ、ふーたくん、ゆうきくん、まあ、りょうたくんかな。そうですね。この3人はちょっとどうしても期待しちゃう。お前最低。だからまあ、あの見てる皆さんも今この段階で、まあ、誰が一番面白いなのかなっていうのを、まあ、予想しながら見てもらえたら嬉しいかなと思います。プロでも見たことないね。これでほんまに一番最後までおもろかったやつ。はい、それでいきましょう。 It's Showtime。 さあ、それでは早速ですけれども、はい、まずはね、大喜利を、だ要は自分たちの馬をね、はい、出馬させるところからスタートしなきゃいけないので、一体ちょっとお題の方をね、聞いていきたいと思います。彼女が、あれ、こいつ YouTuber デビューしたと思ったきっかけは何。彼女に対して思った、ね、大喜利っぽいな。難しくね。一応いいですか。なんかこの企画、そもそもみんなの大喜利よくわかんないんで、まあ、滑っても楽しめるようにっていう企画であるんですよ。はいはい、他の企画やな。そう、でもおもろかったら大喜利企画は増えていく可能性あるんで。これ試されてない、日差しになる可能性がある。うわー、使ってくださいね、それ今の出た？ OK、 はい、よし、はい、じゃあ、まあまずは、うん、まあ予想ですよね。まだ俺は風太やな。お、俺はそれでいくと普通にケンジ。まあ、YouTube 的知識も俺らよりは多いと思うから、ちょっと絶妙な言葉で来るんじゃないかなってことでケンジ。じゃあケンジ君だと思う人。はい。お、あ、2票あった。なるほどね。え、ちなみにミナト君はフータ君指名しましたけど、フータ君だと思うかな。あずき君。まあ、じゃあ。いやーわー。なんかお前。でしょせー。タグは？僕はゆうき君だと思ったんですけど、はいはい、女性 YouTuber よく見てるから、その女性 YouTuber のこういう感じのやつあるあるみたいので、ちょっとネット出してくるんじゃないかなっていう感じ。俺もゆうきくん。ゆうきくんとふーたはさ、ライブのステージで漫才やるぐらいお笑い好きやん。まあまあそうね、うん、だからまあ票が集まっても叱るべきではあるから。逆にこれ面白くなかったらどうなのっていうところでもあるから、自分に持っていくなって。だからもう一直線、自分が入ってきてよ。見えへん、ちょっと見えへん、自分からすぐ止めてる。ゆうきくんとけんじくんは誰予想だったんですか。俺ちなみにね、ここで爆発してくれるんじゃないかと思って、俺今回の動画りょうたに一点張りです。おぉおぉ、いっぱいやめてそういうの。マジでやめてほしいな。一点張りか。いいやん、期待されてるってこと。最悪やもう。そんなけんじくんはどうですか。これね、高くにかけたい。おぉ、なるほど。なので、まあ、2票入ってる人が一応3人いるのかな。ふーたくん、ゆうきくん、けんじくんが、うん、まあ、そこをちょっと3人から見ていくっていう感じにしましょうか。誰からいく。じゃあいきます。おぉ、やりようかな。彼女が、あれ、こいつ YouTuber デビューしたって思った理由は。え、物見せてくるとき、いちいち手でピント合わせてくる。おぉ、絵描いてる。これはケンジでこの反応どうなるか。思ったのと違う。これが基準になるよね。そうだよな。いきます。あ、一応聞いて。
彼女があれこいつ YouTuber デビューしたって思った理由は、記念日の時にプレゼントを出してくる時こうやって紹介してくる。いや、ええうまっ。ええうまっ。めっちゃうまいよ。ええうまっ。もう一回お題聞いていいですか。彼女があれこいつ YouTuber デビューしたって思った理由は、その物買った時こうやって見せてくる。しかも全 A なんだね。スピード大事だね。スピード大事だね。取られちゃったもあるもんね、一本グランプリだから。いきます。はい。彼女があれこいつ YouTuber デビューしたって思った理由は、家で電気のことを照明、字幕のことをテロップと言う。その流れでいく。彼女があれこいつ YouTuber デビューしたって思った理由は、昨日までそんなことなかったのに YouTube 見てたら急にヒカキンさんって言い始めた。あ、なるほどね、さん付けね。だからハズキの方向きました。じゃあ次聞いてくれ。彼女があれこいつ YouTuber デビューしたって思った理由は、ヒカルのことをヒカルさんって呼ぶようになった。はい、じゃあ次、りょうたくんですね。あ、みなみくんとりょうたくん。え、待ってよ、一点張りの期待があるから逆に後で言った方がいい。そんな、ほんまにやばいって。じゃあ俺からいきます。はい。彼女があれこいつ YouTuber デビューしたって思った理由は、デートの思い出の残し方がある日を境に GoPro に変わった。勝ったんやな。勝ったんやな。こうじゃないこうなんや。いや、やっぱでもちょっと知的やな。ある日を境にみたいな。ラスト行きましょうか。彼女があれこいつ YouTuber デビューしたって思った理由は、週3で髪色変えて帰ってくる。なるほどね。変えすぎやね。ハッツ、これ俺はそれでも1点が消すんで。変えないと。ほんまにやめとってます。はい、というわけでじゃあ全員出揃ったということなんですけれども、1番を決めるってなったら被った時点でちょっと多分同率はないです。そうやな、そうやな。確かに。ニコンさんに逆に聞いてみる。確かに。ニコンさんそれはないんじゃん。あ、そうだ。じゃあニコンさん、大喜利として一番面白かった、この3人の回答かな。1位は増えた。おーい、よく走った。いやー、これ結構ね、一番やっぱドッとなりました。分かりやすい。じっくりきたね。これ出す順番も大事ですね。大事だな。じゃあ次のお題いきましょうか。こいつには勝てそうだなと思ったボクサーのキャッチコピーは何。うわー、さあ、キャッチコピー、うっつ、そっち系スローガンみたいなじゃん。それはでも大喜利だからさ、割と解釈自由っちゃ自由なんだよ。はい、それでは全員回答が出揃ったということで、はい、まあ、ダービーの方ちょっと予想の方していきたいなと思うんですけれども、はい、これいいですか、僕から行かせていただくの。僕は風太くんにちょっとかけさせて。おー、慣れてるからね。お、一緒。で、やっぱ格闘技を知ってるから、あ、確かに。そこでやっぱ知識がありつつのその崩しっていうのがやっぱ入ってくるんじゃないかなっていうイメージですね。そんな俺は葉月。おお、マジ意味わからんの基礎。ああ、大振りの右ストレートだ。ストレートが当たる。じゃあ葉月誰にかけるかいきますか。僕は結城くんをかけたい。おお、なるほど。僕もです。おお、やった。そんな結城くんは、正直ね、こうところありましたけど、今回までは両取りかけたと。春ね、春ね、素晴らしい。で、そんな両取りは、みなとくんにかけたと。やめとけ、やめとけ。やっぱりキャッチコピーってね、横文字多いじゃないですか。やっぱ、あ、留学行ってたから横文字いっぱい知ってるよって巧みなワードセンスで。なるほどね、やってほしいですね。ちゃんと考えてくれてんだね。たくみなのこに、ケンジ。おお、硬いね、ケンジはね。では早速、回答の方に行きたいんですけど、前回の人行ったらいいんじゃん。あ、そうですね、まあ、よし、かませ。おい、きた、頼む。よっしゃー、これ面白いぞ。ダービーだから上がってんだけ。こいつには勝てそうだなと思ったボクサーのキャッチコピーは、剣道3級、柔道3級、空手3級、すべての道で3級を取った男が待望のデビュー。なるほど、剣士がうなったそういうこと。はい、こいつには勝てそうだなと思ったボクサーのキャッチコピーは、尼崎のスーパーヘビーパンチャーかっこわら。よし、プータ君いけるぞ。プータ君いけるぞ。次ですか。多分いいと思うぞ、この辺。はい、
お、頼むわ。こいつには勝てそうだなと思ったボクサーのキャッチコピーは、先祖は手塚治虫。よし、あるぞ、ふざけない。おぉー、好きで買えます。よし、俺が行け。おぉー、行け行け行け、みんな俺、俺、こいつには勝てそうだなと思ったボクサーのキャッチコピーは、奇跡の101歳。りょうたの予想とは、あ、全く話してない。どこも一個も掴んでない。言われたしか、やめたきゃ、やめたきゃ。いきます。あ、行かれた、行きます。こいつには勝てそうだなと思ったボクサーのキャッチコピーは、七尾は俺の嫁。キャッチコピーなんか。いきます。おい、ハジキ、いけんのか、最後まで残って。お前、俺、お前にかけてんねんぞ。頼むぞ、ケンチ。こいつには勝てそうだなと思ったボクサーのキャッチコピーは、ビッグダディ。たくさんの友達。大友達。お前より体力あるぞ。強そうだぞ。ビッグダディっていうワードがおもろい。タカが言ってもいいんじゃん。いや、俺、理にかなってると思うんだけどな。こいつには勝てそうだなと思ったボクサーのキャッチコピーは、百戦百負けのルーキー。全員返されてます。全員通りました。見してください、それ見してください、もう一回。それすごいよ、だってルーキーなのにもう百戦してるわけだから。めちゃめちゃなの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 。じゃあ頼むマジで。残るわ。いいよ。こいつには勝てそうだなと思ったボクサーのキャッチコピーは、メダカのメス相手には負け知らず。日本海が生んだ奇跡。その名を、島根の提灯あんこ。しゃー。いいね。気になってる。うわぁ、今回今回お題が難しかったよ。じゃあこれをマニコンさんに決めてもらうってことです。今回の1位はケンジ君。おぉー、おぉー、おぉー、どういった今回はね。いや、もう誤差みたいなもん。結構割とどんぐりだった。ニコさん、次の題をお願いします。池上彰がバンドデビューした、そのバンド名は。むずー。先生みたいですよね。そう、いろいろ知識豊富な方で、テレビとかでこう世の情勢とか世界情勢とか経済話とか視聴者に分かりやすく説明してくる博識の人です。学校の先生みたいな人。まあ要は、まあ、そんな感じの人っすね。真面目な、真面目な人。解けたみんな。はい、ありがとうございます。それでは、まあ、まずはダービータイムでございます。はい、はい、みなと。おお、さっきの2問のあのこいつの言葉が逆にこっちに刺さったりするんじゃないかなっていう。なるほどね。そうそうそう、それで俺はみなといきます。おお、みなと。俺もみなとです。おお、プレッシャーえぐいわ。俺はね、タゴ。理由としては同じかな。俺を選んでくれたみんなの理由とちょっと似てるかも。僕はね、ちょっとハズキくんに今回入れさせていただきます。思ったとはして。俺もハズキ。おー、俺はフータです。おー、池上彰さんのことあまり知っていない。逆に。そう、ちょっとフータの素のお笑いを信じました。あー、なるほどね。友達がけやな。友達がけ。これね、自分にかけます。おー、出た。逆に今自分にかけるその男を聞かって、自分何番前か別に。さっきちょっと参りました。3番でございます。一番前の辺に行ってんな。高くんとかあります。見出してほしいな。じゃあ高から行こうか。行きましょう。池上彰がバンドデビュー、そのバンド名は。一周回ってね、彰です。ワールドな。そのままのね。はいはい。だからボンジョミシステムだね。ボンジョミだからね。そんなボンジョミはユキ君に回した。ユキ今回かかってないこと。かかってないです。池上彰がバンドデビュー、そのバンド名は。ロリポップマン。シンプルにおもろいわ。さあ、まあ行きました。おっ、ケンジ。あっ、この流れです。すごく嫌です。池上彰がバンドデビュー、そのバンド名は。楽の極み博士ね。おお、あ
いい。よくない。俺行きます。はい。誰任せろー。りょうたガチガケしてるから任せろー。あんな丸くどいんちゃう。お前ガチガケアホかよお前。今日はカタカナだけやろ。お前アホか。俺はなそんなんちゃうからな。しゃあこい。池上彰がバンドデビュー。そのバンド名は脱税。あの池上彰が ね。S 入れてよじゃあ。ダトゥデイやじゃん。ダトゥデイ。はい。完全タイミング逃した。こんな流れで行かしてもらっていいですか。はい。池上彰がバンドデビュー。そのバンド名は。レッツゴー。池上親睦会。ねえやんな。ねえ。老人ホームで定期的に開かれてる。はい。僕が一枚だ。お、行きます。なるほど。2票背負ってるぞ。お、責任持って走らせてもらおう。おい。任せろ。池上彰がバンドデビュー。そのバンド名は。ザ遅めの反抗期。いやいいんだけどな。知らないな。いいんだけどな。今までは固く言ったからここに来てまさかのバンド。そう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 。もうケンジ全然笑ってない。俺これ俺15にかけていつけパッド入ってんだ今。あいつマジでカップラだったな。そんなね、ケンジ君が、ね、これ出した時に俺続けばよかったと思って。お、いいっすか、撮っててもらって。池上彰がバンドデビュー。そのバンド名は。世界の形。おー、ちょっとおもろいけどな。じわじわ、これは続くべきだった。まあ、またまた、あ、あるやったら、まだ、いや、こういう意味だよみたいなのがあるんやったら、そう、いや、普通にだから、もともとあるバンドをもじるっていうシステムやんな。そうそうそう。いや、仲間みたいな感じで入ってた。俺の方が綺麗なんだよ。綺麗なんだよ。これタイミング大事やな。そうやな。1位かペリしかないぞ。いや、もうこれは取れてるわ。あー、おー、いいね。お、いいね。これ負けないわ。おい、3票かけです、誰だ。おい、いけー、いけー。おい、今日いい飯食って帰れや。おい、中ではちょっと多分中はもうロリポップマンと脱税とじゃあこの乱暴キッズやつ。ああ、任せる任せる。おお、なるほど。蹴散らしてやら。おい、周回遅れじゃん、女もん。池上彰がバンドデビュー。そのバンド名は。世界を知ろう。まあ、セカシロですね、僕は。まあ、セカ語ってですね、僕は。まさかのまさかのえぐい。おい、お前もうずっと嫌やったんや、出すのじゃん、うん、もうずっと嫌やった。あ、じゃあ、あれからもう嫌やったんや。え、嫌だったよね、俺、うんうん、一個前にターボはこれでああなってんやろ。もうだよ、もう途中から牛に変わったよね。前の中から牛から牛や牛やった。俺らめっちゃ新しい馬やと思って。ちゃんと牛やった。しかも牛でしょ、多分。はい、行こう。はい、揃いましたけれども、今回の1位はロリポップマン。おお、さあ、というわけでですね、はい、本日のクリムゾン競馬場、大喜利レースの方なんですけれども、まあ、一応全3レース終了いたしました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いい走りでしたね、皆さんね。ダービーなので大喜利の結果を誰が一番うまいこと予想したのかっていうのが、まあ、優勝者になるのから、ポイントを、自分が獲得したポイントを発表していただくという感じにしますか。1ポイント、0ポイント、0ポイント、0ポイント、1ポイント、0ポイント、1ポイント、0ポイント。しょっぱ、うわ。誰かにいけし。今回の第1回のやつで、まあだからコメント欄の評価とか、その見られてる感じを見つつ、それ分からんからな、ワンちゃん。本当に。だからもしかしたら、そう、見てる側は、まあセカシロが面白そう。そうそうそう。の可能性もありますから。あと誰も傷つかないように、バランスよく褒めてください。あ、そう、よろしくお願いしますね。はい、企画を褒めてください。もう誰、人の名前いいんでね。そうだね。企画。本当に思いつかなかったら、なんか、ビジュイとかでもいいんで、ね。適当に褒めてください。とりあえず。そうやね。頑張ったんで、僕ら。はい。